はい、あのご紹介をいただきました吉田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、と私もこれ四回目ぐらいのこの。 ご演させていただきますけれども、えっと、毎回です、ね、半期に一度公表されます IMF の世界経済見通しの第一章につきまして、あの概略を日本語で説明をさせていただいています。あの資料の方はなるべく言語のイメージを伝えた方がいいかということもあって、あの英語で、えー、用意させていただいていますけれども、えー、なかなか原本を英語で読むお時間のない忙しい皆様にです、ね、まあ、こんなあのフレーバーをお伝えすることができればと思って、えー、毎回あの、こういう機会をいただいております。 なお今回です、ね、いつも世界経済見通しの第1章で説明が尽きておるんですけれども、アジア太平洋局がアジア地域の経済見通しを同じタイミングで発表しておりまして、その中から少しアナリティカルな分析をちらっとだけ最後、2、3枚スライドを使って、併せてご紹介をさせていただきたいと思っております。 では早速スライドの方に沿ってご説明をさせていただきます。表紙にですね、あの原本のタイトルにもなっております、えー、副題のようなものを含めて、えー、掲載させていただいております。中ほどあのスラッシュで挟まれている部分ですけれども、えー、世界の展望と政策ということで。 えー、ポリシーピボット、ライジングスレッズというのが、副題みたいなものですけれども、まあ、政策の転換、高まる教育ということでしょうか、えーまあ、ややリスクバランスも上振れよりも下振れにシフトしているというようなことを反映して、まあ、こういった副題がつけられております、えー、では早速中身に入りたいいと思います。 このオーバービューというページが、あの全体を1枚にまとめたものでして、えー、いわばこの後のスライドは、えー、この1ページに収まっている内容を少し復元して、えー、詳しくご説明したものになります。あの左側のチャートが成長率でして、真ん中の赤い線が中心的な見通しになります。 大体3%前後でなだらかに推移をしていまして、まあ、安定しているといえば安定しているんですけれどもやや輝きにかけるといいますかぱっとしないような見通しが続くということになっております。 右側のグラフはインフレ率を示しておりまして、まあ、中心の赤い線がなだらかに下がっております。まあ、インフレについては、一時期の高まりから落ち着いて、順調に低下してきているということがいいようかと思います。なお、その赤い線の上下にです、ね、色がグラデーションのようについてますけれども、これがあの上振れリスク、下振れリスクを分布を示しているものとして、そうして言うとです、ね、成長率の方については、 上向きよりも下向きのがあが幅が広がっております、これはすなわち下振れリスクのほうが振れが大きいということになります。4月の見通しの場合にはです、ね、この上下、大体同じぐらいの幅になっておりましたので、それと比べると、少し下振れリスクに傾いてきているということが言えようかと思います。 右側の箱の中に最近の進展、それからリスク、それからそれに対応するための政策提言と掲げてありますけれども、これについては1ページ以下のスライドでより詳しくお説明をいたしますさて、それであの最近の動きに入る前に1枚、ですねちょっとスライドを余分なのものを通過してまして、これ、過去4年ですね、コロナが始まって以降の4年間の各国の成長とインフレの分布について、 えー、点で示したものになります、えー、色が三種類ありまして、えー、青いものが先進国、えー、赤色が新興国国 それからオレンジ色黄色っぽいものが低所得ということで、まあ、色に応じてです、ね、カントリーグループごとになってるんですけれども、えー、左側などをご覧いただきますと先進国はおおむねコロナ前の水準を、まあ、回復しているというのが言える一方で、まあ、黄色とか赤色のものはあの比較的左下の証言にリンチしているものも多いということで、えー、新興国低所得所得国についてはまだです、ね、コロナ前の水準を開始。 復してていいいいいないあるる程度その傷跡ががままだ残っているとととうことが見られるかと思います右側のグラフは CPI に占める食料の割合を示しておりまして、これ、おのずと伺われることですけれども、新興国、あるいは低所得国ほど食料のウエイトが高いために、こうした回復のこれというのも、痛みの大きいものになっているということが伺えます。 でではここからの数前のの数スライドで最近の動きについてまずご紹介をしていきますますずインフレについてですけれども、左側のこの山脈のような形をしているグラフですね、あの時系列で下から上に向かって見ていただくことになるんですけれども、山の頂上がまちば分布の多い所になりますで、下から上にたどっていただきますと、この山脈の峰のいちばん高い所が、ね、右側にシフトしていった様子があのご覧いただけようかと思います。 2023年ぐらいにこれ、だいぶ分布が散らばっておりまして、左右に広がっていたんですけれども、足元、これがまた修練してきて、しかもその中軸の一番高いところが左にシフトしているということがご覧いただきます。おおねインフレについては、ですね収束しつつあって、かつその修練しつつあるという様子が見えようかと思います。 でこ,れにこのプロセスにおいてです、ね、普通はインフレ低下に伴って、成長率の低下、あるいは失業率の高まりというものが付随することが多いんですけれども、右側のチャートでご覧いただきますとおり、今回のインフレ低下にあたってはです、ね、さほどその成長率の落ち込みや失業率の高まりがなかった。 あのやや経済学的に言いますとフィリップス曲線がスティープ化していたのではないかと伺えるところがあります。まあ、要因としてはあのコロナ 中あるいはコロナ後のですね一時的なあのボトルネックですね。さ、究極の方のボトルネックがま解消するにつれてインフレ率が低下したので、まあ、さほどそのアウトプットのロスを伴わなくて済んだということかと思います。まあ,あの政策の結果というよりは偶然に左右される部分も多いんですけれども、もまあ、そういう意味では、比較的幸運なインフレの低下の経緯をたどっているということがいいかと思います。 で引き続きインフレについてもう少し細かく見ていきますと左側のグラフ、えー、財とサービスに分けましてかつその、うん 米国だけをちょっと取り除いたような分類になってますけれども赤色の折れ線ですねえっ、ー、とアメリカ除きのサービス価格、えー、足元で少しまだ高止まりしているということが言いようと思います全体としてインフレの鎮静化順調に推移しているんですけれども、えー、サービス価格については少しそこの足踏みが見られるということで、まあ、この先のインフレの低下についてはですね若干の懸念、うん、事項になっているということです 右側のグラフは主要な港間の,その運搬コストを示しているものなんですけれどもこちらの特徴としましては両端に中国が絡むの中国発着のコストについて少しこの足元高まっているところが見られます。もっとも中国発のです、ね、輸出品の本体価格の方が下がっておりますので多少、その輸出品価格の低下によって相殺されている面があるといえると思います。 次のグラフですが、在、え、位、ー、の価格とサービス価格の相対価格を示したものが左側のグラフです。 あの点線がトレンドをたどったものなんですけれども、えー、まあ総じて時を経るに従ってだんだんあの在価格がサービス価格について低下してきているんですけれども、まあ足元に3年で見るとややその上離れしているということで、在、えー、サービス価格に対する財の価格の低下がまああの停滞しているということになります。えー、まあこれによってまあ在からサービスへの消費のシフトってのはますます進むことになるかもしれませんけれども、それから右側のグラフは P.M.I. を先進国とせ 新興国、途上国に分けて示しておりますけれども、やはり財の生産地は新興国にシフトしていることがうかがわれまして、先進国ではサービスは好調なんだけれども、製造業はなかなか伸び悩んでいるというところにも、それが表れているようかと思います。 続いて、労働市場にも少し目を配りたいと思います。青い帯グラフはコロナ前ですね、2019年、第4四半期のそれぞれの労働市場における有効求人倍率にあたるものを示しております、それから赤いダイヤとオレンジ色のダイヤがありまして、赤いものがピーク時の高さ、オレンジ色が最新、足元の数字となっています。 ご覧いただけますように、アメリカとかカナダは赤いダイヤがだいぶ高いところにあったんですけれども、足元ではそれが落ち着いてきておりまして、今のところ、日本の労働市場がこの顔ぶれの中で言いますと、一番労働市場が引っ迫しているというような絵になっております。真ん中のののグラフフ賃金の動向をを示しておりりますインフレによる購買力のめべりを 回えー、挽回するかのようにです、ね、まあ、賃金もあの順調に上がってきておりまして、えー、それぞれの地域、えー、ないし、構成ごとに、えー、足元まで、えー、高くなっているという様子が伺います。ます、あ。そうしますと、その労働コストが企業の利潤を圧迫することが懸念されるわけなんですけれども、一番右側のグラフ帯で見ていただきますと、えー、アメリカ、欧州ともにです、ね、まあ、企業の利益がまあ潤沢、赤い部分ですね、赤い帯で示しされている部分の企業利潤が比較的、 一にありますのでこの労働コストが多少高まってもですね、まあ、吸収できているのではないかということが伺われます次にこれは今度はポリシーミックスの話です一番左が金融政策名目金利の推移ですねこれをご覧いただきますと2023年の前半ぐらいまでにかなりこの名目金利の 上層というのはピークに達していることになりますまただその後も期待インフレ率が下がっておりますのでまあ、実質的な引き締めは継続しているのではないかということが良いかと思います真ん中のグラフではですね金利のあの名誉金利の推移とは並べて 住宅ローンの金利ですとか銀行の貸し出し金利を並べておりますけど、まあ名目金利の上昇に従ってこうした金利も上がっておりますので、まあ金融政策金融引き締めの意図としてはですね、えー、実際に達成されているということが伺われます。まあその結果あの景気の加熱需要の加熱というのはある程度抑えられているのではないかというのが一番右のグラフから伺われることでまして、まあ借入れコストの上昇によって、まあ、民間の信用の伸びというのが 比較的足元でも抑えられているということが言えると思います。続いて財政政策です。各国グループごとに、財政政策の当初の見通しと実際の引き締め度合いというのを青と赤の帯で示しております。左から2番目のグラフを特に注目いただきたいんですけれども、これ、ユーロ圏を除く先進国の数字です。 青色のような財政改善の見通しだったんですけれども、実際の数字を見ると、むしろ財政は緩んだ方向になっているということで、これがです、ね、先進国のグループの中で特に顕著に見られております、スリッページというふうに見出しで表現されておりますけれども、当初はプライマリーバランス、改善が見込まれていたのが、蓋を開けてみると、むしろ広がってしまったということで。 右側のグラフ、利払い費の割合を示しております。 特に上昇が顕著なのが緑色のアメリカのグラフですね、2024年にかけて、この利払い費の歳入に占める割合が上がっておりまして、低所得国と並んで、その比率が高くなっているということで、これはその数値から言うとです、ね、財政政策の転換が求められるということになるんですけれども、実際、そのような転換が行われるかどうかは、ウェイターン・いイということだと思います。 え続きまして新興国の状況にも目を向けておきたいと思います。えー、左側のグラフ、タイドルの為替レートを示しております。えー、まあさほど大きく動いてない国も多いんですけども、えー、右端の方の3カ国ぐらいを見ますと、これエジプト、ナイジェリア、エチオピアに当たるんですけども、まあかなりこの期間のですね減価が大きくなっておりまして、まあこれだけ通貨が大きく下落しますとやはり経済,経済不安定になるということが懸念されます。<laughs> 右側のグラフでソブリンデッドのあのスプレッドを見ております。これ縦軸でですね、1000ベーシスを超えるとデッドディストレスがま懸念されるということで、まちょっとその危険地域に陥っている銀告もいくつかございます。それから横軸の方はショートタームのエクスターナルファイナンシングがどれぐらいの割合を占めているかと。 というこ,とでこれも右側の方に行けば行くほど、まあ、短期借り入れに依存しているということになりますので、まあ、要注意だということになるわけなんですけれどもこ、まあ、今年4月以降です、ね、この横軸で右側の方に行っている国はかなり増えておりまして、まあ、今後の債務の持続可能性ということには暗雲を投げかけるものとなっていますそうした構図が見て取れます。 それからトレード、貿易にもついてもこのグラフで紹介をしておきたいと思います。左上のグラフがそれぞれのグループの中で貿易が GDP に占める割合ですね、えー、と世界金融機関までは大体この比率上昇してたんですけれども、2009年頃からは横ばいといったグラフになっています。 あのよくディグローバリゼーションみたいなことを言われていますけれども、この貿易の比率が GDP で低下するまでには至ってはなくて、まあ、ほぼ横ばいのような数字になっています。ただ、全体のボリュームはそうなんですが、内訳を見ますと、ですね左下のグラフで見られますように、ブロック間での貿易というのが落ち込んでいることになっております。ブブロロッックク内ででででの貿易でさほどど大きく落ち込んでないんいなすけれども間とは この区分は国連におけるです、ね、投票行動などからそのグループ分けをしているんですけれども、やはり米中対立などを受けて、そのブロック間での貿易というのは、なかなか増えない格好になっているということです。右側のグラフで,です、ね、冷戦期にも同じようなそのフラグメンテーションの状況があったので、その時と比べて、ブロック間の貿易ですとか、あるいは非同盟国との間の貿易がどういう推移をたどるかということを、比べようとしているグラフになります。 で足元は赤い線なのですけれども、えー、と冷戦期はです、ね、かなり長期間にわたってブロック間の貿易、あるいは非同盟国との間の貿易というのが落ち込むことになりました。えー、足元の状況、まだあの途中までしか線が伸びていませんので、まあ、この先どうなるかということですけれども、えー、冷戦期のような構造をたどるとです、ね、やはりあの世界経済全体のパフォーマンスとしては、ネガティブな要因になるということが懸念をされます。 ここまでが大体最近の動向を紹介したスライドでして、ここから全体の見通しについて触れていきたいと思います。経済見通しを作る上で、いろんな経済的な前提を置くわけですけれども、コモディ価格ですね、その前提の一つの重要な要因になっています。まずエネルギー価格ですとか、食料価格を見たものが一番左のグラフです。 実線が実際の推移、それから点線はですね過去の見通しの時に、こういうふうに見通していたというところなんですけれども、例えば青い線のエネルギー価格、あごめんなさい、エネルギー価格を見ていただきますと、上の方に伸びている点線、これが2023年の10月、ちょうど1年ほど前の見通しでした。当時、エネルギー価格もっと上がると見てたんですけれども、実際の推移はそれりは下に行っておりまして、また方下の方に伸びている点線は半年前の見通しになります。 その当時の見込みでは l l d 資格空、順調に低下をして続けていく見通しになっていたのに比べると、実践の方はその上にいっておりまして、まあ、上に外したり下に外したりしているということなんですけれども、実際の動きというのはなかなかこう捉えにくいということですね。真ん中のグラフ、金利政策です青がアメリカ赤がが赤ユーロ圏黄色が日本になります。 ユーロ圏はほとんど見通し変わっておりません、アメリカの線は、点線の前回の見通しと比べて、少し利下げのペースが早まるというふうに修正されてますけれども、着地のところはあまり変わってないということになります。一方、黄色い線の日本ですけれども、まあ、ずっと底張ってるようなグラフが続いてたんですけれども、少しこれは利上げの見通しが高まってきてまして、前回の点線と比べても、より高いレベルまで利上げが続くという見通しになっています。 一番右のグラフは財政政策の様子を先進国と新興国と上国に分けて示しております左側の先進国はですね、2024年以降比較的財政の改善が進むという見通しになっておりましてこの見通し通りに進むと2029年までにプライマリーバランスの赤字半減ぐらいになるという見込みになっています それに対して、新興国、途上国のほまは、まあ、上に行ったり下に行ったりという一進一退の動きが進んでおりまして、相対的には財政政策としては緩和傾向になっていることになります。それで、これらを総合した全体の成長の見通しなんですけれども、真ん中の黒い線、左側のグラフですね、これが世界全体の平均です。 2023年に3.3%ほどだったものが、だらだらと少し加工しまして、2029年、右端では3.1%ぐらいという見通しになっております。赤い線が新興国,国、途上国、青い線は先進国で、まあ、これもほ,どほぼ横ばいの動きになっています。 右側のグラフはです、ね、そのいわゆる需給ガップを示しておりましてちょっと下の方に目立って離れていたのが中国なんですけれどもこれも2026年にかけてその負の需給ギャップというのは縮まって閉じていく方向になっています。他方プラスのアウトプットギャップがあった国についてもだんだん低下していきまして、まあ、これで見る限りは需給のプラスマイナスの需給ギャップが閉じていって修練、まあ、するような格好になっております。 さてあの各国ごとの成長見通しです、ね、少し先進国と途上国に分けて、2倍ほどのスライドでご覧いただきたいと思いますが、まず先進国のグループです、左から2行目の縦の列をご覧いただきますと、2024年も2025年も1.8%というような看板な成長になっています。 平均値は変わらないんですけれども内訳を見ると少しあの入りくりがありまして例えば2024年はアメリカは比較的堅調な成長それに対してユーロ圏とか日本がまあパッとしないという数字になっているんですけれどもこれ2025年になりますとアメリカが低下してその分ユーロ圏 日本は上がるということで、まあ、ちょっとベース効果みたいなのもありますので、えー、個々の容認には触れませんけれども、総、え、じ、ー、てバランス、平均を取ると、1.8%程度の成長になっているという姿になります。一方、新興国、途上国の方ですが、こちらも2024年、2025年、4.2%の平均になっております。えー 前回からのリビジョンでですね、少し目立つのがブラジルの2024年が0.9パーセントポイントを引き上げられています。まあ要因としましては労働市場の引き締まりですとか、まあ財政政策であの。 移転成果が取れたということによって、えーまあ、個人消費などが強かった、あるいは投資も増えたということですけれども、まあ、こういう個々の個別の要因はありますけれども、全体としてならしてみると、4.2%ほどの成長を続けるということで、まあ、先進国よりはあの成長率が高いという姿になっております。えー、続いててインンフフレーションです、えー、左側のグラフ先進国国と途上国に分けて、えー 実践の動きが最近の見通しになります青い線が先進国でしてまあ、ほぼこれ2%ぐらいに2025年にはあのインフレが落ち着く見通しになっています進行国これと比べますと少し低下がまあ、遅れていることになりますけれどもこれもそれぞれの国はインフレターゲットの関係ですと大体2025年中ぐらいにはですねターゲットに近づい くることになってまして、右のグラフでご覧いただきますように、だいぶあのターゲットとの帰りというのはあの縮まって収まってきているという状況になります。さて、このグラフなんですけれども、横軸が2025年1年後のお成長見通しですね、それから縦軸が5年後の見通しということになってまして、45度線が点線で引かれてますけれども、この右下にあると、まあ、1年後の方が5年後よりも、 成長が高いとで逆に、えー点えー、斜めの線の左上は5年後の方が成長が高いということで、まあ、ちょっとあのい,いろいろ。 楕円がです、ね、両方にありますけれども、まあ、中国なんかに見られるように45度線の下にある国も多くございまして、まあ、こういうところはやはりあの人口構成の変化ですとか投資が伸び悩んでいることなどの成長に対するまあ逆風で,です、ね、必ずしも5年後の見通しも明るくないという国が多いのかなという印象がございます。えー、こちら形状を 収支のバランスですね。あの黒字と赤字をそれぞれ。えー 線のゼ,ロゼロの線の上と下で並べたもので、この棒の幅を見ますと、そのバランスがどれだけその上,上下にです、ね、広がっているかというものを示すことになります。えー、貿易自体がそれほど GDP 比で増えておりませんので、足元で見ますと、この上下の棒の長さというのはあの縮まってくる傾向にあります。一、まあ、つにはコモディティ価格が落ち着いてきてますので、あのコモディティ価格が上がるとですね、 輸出国、輸入国、それぞれでこの上下の棒が伸びる要因になるんですけれども、足元ではそれが落ち着いてきているということで、大体いい貿易の伸び率自体が3%少しということで、それほどこの棒が長くならない方向の要因が動いているということがいようかと思います。で、こうした中心的な見通しに対して、上振れリスク、下振れリスクがどれぐらいあるのかというのを、あの以後、何枚かのスライドでお見せしたいと思います。 あの冒頭のグラフとも似たものですけれども、成長率の見通し、それからヘッドラインとコアのインフレ、それぞれこのような分布になっております。えー、成長率については、下振れリスクの方が少し多いということで、それをあの言葉で少し表現したものがこちらのスライドになります。あの一見してご覧いただけるように、左側のダウンサイドリスクの方が項目が多く並んでおりまして、金融政策に起因する。 ものとして金融引き締めの効果が遅れて出現するんじゃないかとか、あるいはそれを金融市場が織り込むことによって、ネガティブな影響があること、財政関係ですと、まあ、ソブリンのデッドストレスが、特に新興国、途上国において強まること、それから中国の不動産セクターの不調が、周りの国にも影響を与えるとか、コモディティ価格がまた、 再び高まるとかあるいはその貿易保護主義的な政策の広がり社会的不安なの広がりと、まあ、いろいろなダウンサイドリスクはたくさんあの列挙されるわけなんですねで。それに比べますと右側のアップサイドリスク上振れリスクというのは数も少なくてですね、えーまあ、先進国で投資が強まるとかですね構造改革の機運が高まってというようなことが、まあ、挙げられておりますけど、まあ、なかなかそういうシナリオが起こりそう かなというと、それは蓋然性としてもですね疑問があるところでして、まあ、どうしても過保リスクの方が目立ってしまうというのが足元の状況になっております。であの、この世界経済見通しの中でも、ボックスなどで,です、ね、でこのいろんなシナリオ分析を行っています、えー、とこの成長率とインフレについて、ですねこういうことが起こったら、どれぐらいそのベースラインよりも下振れするかということで、えこうグラフを重ね合わせるような形で、えー、シナリオを分析しています。 例えば関税が導入された場合、それから政策の、貿易政策の不確実性が高まった場合とか、いろんなシナリオを折り重ねて、そのキムラティブな効果をグラフにしたものです、それから情報リスクについては、赤い線がヨーロッパにおける公共投資が追加的に行われること、それから赤い青い線が中国におけるリバランス。 投資中心の,その社会から個人消費を重視するような政策が取れた場合というようなシナリ点になっていますが、まあ、ヨーロッパはですね、公共投資がやはりその望ましい水準よりも低いということが指摘をされておりますので、まあ、そこに対する対応が行われると、まあ、比較的成長率に対するポジティブな効果が多く出るという絵になっております。 では、こうした見通しおよびリスクを踏まえて、どういう政策が推奨されるかということが、続いての2枚ほどの、数枚のグラフになります。 えーまあ、金融政策についてはですね、まあ、インフレが順調に低下してきておりますので、まあ、これがあ着実にその着地できるようにしようということで、えー、さ,さほどあの、えー、新規な内容はないんですけれども、えー、為替政策等につきましてはですね、えー、IMF が最近あのお盛んに、えー、アピールしてますがインテグレイティッドポリシーフレームワークというのがございましてあの為替介入ですとか,か資金、えー フローの管理政策ですね、これについて、まあ、頭からすべて否定するのではなくて、こういう場合には有効な場合がありますよというような政策処方箋を用意しております。まあ、こういうものに従って、そ,のそれぞれの国の実情に応じてです、ね、まあ、必要な場合にはそういう政策も動員して、為、え、替、ー、市場の変動などに対処すべきというような処方箋になっております。え財政政策については、このグラフを使って、あの 紹介をしていますけれどもこれあの青い四角から赤いダイヤに向かって上に矢印が各国ごと伸びておりますけれども今の債務水準ですね GDP 比例の債務水準を固定するこれ以上上がらないようにするためにはどれぐらい財政改善が必要かというのを国ごとに示しています中国ですとかイタリアなどが割とあの上向きに矢印が長くなってますけど日本はですねこれちょっと見づらいんですがあの横軸の2.5% 5%ぐらいのところに JPN という字が書いてありましてその左側にある矢印が日本に関するものですあの思ったほど矢印が長くないんですけれどもまあ、今の250%超の水準でスタビライズされるにはこのぐらいのプライマリーバランス改善でいいということになっておりますご紹介をしていきます 構造改革については、まあ、必要な改革は痛みを伴うことが多いので、まあ、それを和らげるような政策を合わせて実施すべきということが、あの文字のところで書いております。まあ、そのためには、例えば公共投資を増やす、歳出を増やすということが考えられるということで、それを視覚的に合わせているのが左側のチャートになります。 でこのような改革についてです、ね、その必ずしもすぐに成果が現れずに、中期的に成果が現れるというものが多いんですけれども、それとの関連で、このページの上に書いてありますのが、今回、このスライドの中心的な対象ではないんですけれども、世界経済見通しの第3章で、必要な構造改革に対して、世論の支持ですね。 国民の支持を得るためには、どういうコミュニケーション、ストラテジーが必要か、ステークホルダーエンゲージメントが必要かということで、まあ普段の分析とは少し、経路の違う形での提言をしておりますので、それを紹介をさせていただいております。それから、の下の方には、気候変動です、ね、に対する対策を取ることは、マクロ的にもポジティブな効果があり得るという説明になります。 最後に、IMF は国際協調を旨とする機関でありますのでこうした世界規模の課題に対応するためには一国だけでは足りないので国際的に共同した取り組みが必要であるということが書かれております。 それでは残り5分ぐらいあると思いますので実はこの世界経済見通しとです、ね、ほぼ同じタイミングで発表されましたアジア太平洋地域見通しの中から今回行っております経済分析を若干説明ご紹介しておきたいと思います。表題としてストラクチャル・トランスフォーメーションというのが書かれているんですけれども ひと一言で言いますとあの、国の発展段階に応じてです、ね、まあ、農業中心の経済から、まあ、製造業中心になり、まあ、やがてはサービス業にシフトしていくって、まあ、こういうその発展段階論みたいな絵が描けるんですけれども、それに沿ってです、ね、どういう政策が有効かということを、まあ、示唆を得ようということで、まあ、ややあの試み的に分析を行っているものでございます。 で左側のグラフをまずご覧いただきたいんですけれども、えー、この赤色と、えー、灰色の部分ですね、えー、労働生産性の高まりを内訳、えー、を取ったものです1990年ぐらいからの割と長い期間を取って、えー、それぞれのグルーピングの中で、えー、セクター内でのその生産性の向上と セクターを移って、まあ、人がシフトすることによってです、ね、得られた差分の生産規制の向上というものを、ね、分けて示しておりますで。特徴としましては、一番左側、あのアジア太平洋地域以外の地域なんですけれども、赤色の部分はさほど大きくないのに比べまして、アジア太平洋 地域全体が真ん中のグラフかななり赤い部分の割合が高くなっておりますから低所得国、低所得開発途上国で見ましても、この赤い部分がかなりを示しているということで、アジア太平洋の特徴としまして、このセクターを超えてです、ね、リソースがシフトすることによる労働生産性の高みのの、与度が高いということが言えようかと思います。 で右側のグラフはこのカーブを描いている下向きに開いているカーブがですね、まあ、クズネッツ曲線と言われるカーブなんですけれども大体 どんな国でもです、ね、この曲線に沿って、えー、横軸のグラフを、えー、これ所得の高まりを右側に行くに従って示しているんですけれども所得が高くなると、えー、インダストリーの割合ですね、まあ、あの中心は製造業ですけれども第二次産業の割合というものがこう高まっていてやがてはさらにサービスにシフトするのでそれが低くなっていくという,こう,いう典型的なあのパスを示しているのが曲線です。 で個々の点はアジアの国を示してまして、あの国名も書かれておりますけれども、まあ、大体この線に沿っては動いているんですけれども、え日本とか韓国みたいな国はすでにもう製造業のピークを通り越して、まあ、サービスに移行しているという状況にあるということです。で、この線を沿って移行していくにしたがってです、ねまあの、生産性はです、ねえー、高まることが予想されるんですが、ただ、一般的なあのパーセプションとして、ね、サービス サービス業の生産性というのは必ずしも製造業より高くないんじゃないかという、えー、認識もありましてです、ね、それをまあデータで持って取ってみようとしたところ、左側のグラフに示されるように、これ、横線の棒のところが、黒い線が製造業の平均なんですが、それと比べますと、サービス業の中でもファイナンスとかビジネスサービスといった分野では、まあ、労働生産性が高いという結果が得られました。 もちろんサービス産業全体で見ると、ですねこの黒い線よりも下に位置するような産業もありまして、す、ま、べ、あ、てが上に行くというわけではないんですけれども、まあ、サービス産業の労働生産性は比較的高いということからすると、まあ、今後、人口を高齢化するとか、労働力が減っていくという中で、このサービス業の高い労働生産性の高いところにリソースをシフトすることができれば、ですね、えー、潜在的な成長率を高めることができるんではないかと。 いうことがこの一つのあの低下例として得られていることであります。ただ、あの課題としましては、アジア太平洋地域でこのサービスの貿易に対する解放性ですね。 そかなしも高くはないということがあの右側のグラフで、えー、これ、下に行く方が開放的だということになるんですけれども、まあ、農業と並んでサービス業も、アジア太平洋ではあのなかなか貿易に開かれてないということがありますので、まあ、今後、ここをより開放的にしていくということが、さらなる労働生産性の向上を,をメリットを受けるために必要ではないかということになっております。 あの言葉で今の結論を表現したのはこのスライドですが、ここまでご紹介ということで、とどめておきたいと思います。では、一旦私からの説明はここで止めさせていただきます。ごご清聴ありがとうございました